収益をしていただいて、写真をね、撮ってもらってそのままバスに乗ってください。その後でバスが出発するので、そしたらウェイリーさんはバグパイプの演奏をしながら、カズラブリさんが来るのでちょっと待っててくださいね。上のね、2階席から25名乗れるようになっているので、大体皆さん